どうもどうもベストイット高見、今日はですね、20世紀を代表するアーティストジョン・レノン特集です。まず VTR をどうぞ。誰よりも強く愛と平和の歌を世界中に送り出した偉大なアーティスト、ジョン・レノン。ビートルズ解散後、翌年にはラブ&ピースの象徴ともなるこの曲を発表し、世界中の人々の心を打ちました。自宅前で凶弾に倒れた衝撃の事件から24年、現在でも CM、映画、さらに学校の教科書など時代を超え愛され続けているのです。今夜はそんな20世紀を代表するアーティスト、ジョン・レノンにスポットを当てます。ジョン・レノンといえばですね、ラブ&ピースがものすごく有名ですけど、僕らアルフィーもですね、来週の14日と15日にラブ&ピースという野外コンサートを横浜で行いますので、まあまあそうしますね。ありがとうございます。一緒に行きました。とにかくジョン・レノンはですね、やはりこう音楽家としてよりも、なんていうのかな、言葉の芸術家っていうんですか、ものすごく言葉に力があったアーティストじゃないかなと僕は思うんですけどね。あやさんはどうですか、ジョン・レノンっていうと。私音楽こなしてお仕事させてもらってるけど、はい、この曲はこの人が歌ってるとか、そういうのあんまり知らないで、こう、音楽がだん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 入っていくタイプなん で、で歌った後にその人を聞いたりして、おそんなお方の曲やから言葉が重いねんなとか、後から後からこう来る感じですね。この中で綾戸さんが一番好きな曲っていうのはジョン・レノンの中で何があるんですか、やっぱり。あのね、中でって言われても全部知らないので、後から、あら、それもやったんかいやって言いそうやけど、やっぱり今見たところ、あのイマジンとか、好きですね。あのイマジンっていう言葉がね、来るんですよ。考えに行って、やっぱこう、うがいするときすごくいい。あら、イソジンやよ。イソジン仕事がないときにぼーっとしてる人もいるよね。もう私は言ったって言ったって言ったって暇人のこと。すみません、なんかすごく話折っちゃった。僕暇人についてちょっと聞かせてくださいよ。言葉は詩の中身がすごく良かったっていう。なんかね、考えてみーってみんなに振るところだけで十分なんですよ。そうですね、私は日本人や。せやから、そんな分かれんでええねん。分かれへんねんね、細かいこと。研究した人は研究してください。再度、言葉を超えた音楽というメロディーに乗ったら、意味が聞こえてくる。ここへ。ほら、この話が聞きたかったんだ。要するに、音楽は形にないからこそ、心で感じるからこそ、素晴らしいということ。本当そうだ。皆さんの心の中でほんまに響いてるのは、大きな自分の中のその聞いた時の意味やもんね。歌った時の意味はなく、聞いた時の意味ですからね。そうですね、言葉は関係ないんですよ。それぞれです。知りました。はい、ということですね、今日はですね、ジョン・レノンの数々の名曲の中からですね、はい、イマジンをピアノで、あら、弾き語りをしていただきます。聴かせてもらおう、聴かせてもらおう。本当に嫌だ。Imagine there's no heaven. Get easy if you try. No hell below us. Above us only sky.Imagine all the people living for today. Imagine there's no country.
nothing to kill or die for. And no religion too. He mustn't for the people. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us. It's just I wonder if you care. No need or greed or hunger, a battle for a man. Yeah, 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 yeah. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only. One.